どうもどうも、井上マンでございます。のみるさとです。はい、今日はこちら、どんでましたどうぞ、えー、木曜日、今晩行われます、日本 VS カタールのプレビュー,いやー激戦必至、まさにでございますね。そうです、そうですよ。えーえー、必至の死が至るのがいいんじゃないですか、これ。<laughs> 死んじゃダメでしょ、これ。 そうだね,ね。一緒に頑張りましょうってことですかこれは。<laughs> ということですね。ねはい。ということで、はい、えー、一体ね、日本はどんなスタメンなのか、そしてカタールはどういう戦法でやってくるのか、はいはい、含めまして、ちょっと今日はいろいろ見ていこうかなと思います。はいはい、今日も皆さんどうぞよろしくお願いします。ま毎日やってましたル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。今夜ですよ、これ。そうですね。本当に。 われわれもね、夜、同時試合やりますので、皆さん、ちょっとまたお越しいただけたら嬉しいです。はい。っいことで、まずスタメン予想から行く前に、まさみ皆さん、まず、ちょっとね、こっちからいきましょう。いきましょう。トーナメントが決まりました。はいはいはい、見ましたよ。はいアンダー23アジアカップ決勝トーナメントはこの8チームですね。日本対カタールを皮切りに、インドネシア対韓国、イラク対ベトナム、そしてウズベキスタンベース、サウジアラビアということになりました。こうなりましたか。はい。 なので、日本はまず勝たずに勝ちますけど、はい、勝ったら、もうアジアカップ A 代表の、ちょっと似てますね。またイラク、またベトナムと戦うことになるな。あ、やったっけ忘れてたね。そう,そうそう。うイランしか覚えてないよ。グ <laughs> ループ戦初戦でベトナムと戦って、2戦目イラクで3戦目がインドネシアにされてそうですか。うんどっち来そうなんですか 単純に普通にかけたらイラクですよね。イラクね。ああ、そうか。だまあ、イラクと戦うためには中東2連戦になる可能性、なんなら3連戦の可能性もあるでしょうから。なるほどね。そのイラク戦、ないしベトナム戦が、このオリンピック出場を決める試合になるということよね。ういうことですね。そこに臨むために、まずはカタールを破りましょうということないね。 残念でした。<laughs> 惜しかったね。ここで当たっちゃったら運のつきだよね。韓国だったらよかったんだけどね。ねえどうもどうもどうも。はい。ね、ということあれも嫌なんじゃない嫌だと思うよ、おーおーちょっと。うん まあその理由もちょっと後で話していきたいなと思いますが、まずちょっと佐藤が見立てたちょっと予想スタメンから見ていただきましょう。はい。はいはい、えこちらでございます。うん、面白いえー、前日からスタメン変わる人がまあ黄色って感じにしますけど、うん、だからセンターバックはね、あの西尾竜也選手が出場停止、次のカタールセが最終日ってことになりますけど、はい、でセンターバックは枚残る形になりますが、まあ、片方だけ残し、あとは全員総得回じゃないかなと僕は思っております。キーパーはまた国久保レオブライアン選手に変わるでしょうね、うん、と。 でセンターバック、木村選手が入って、あとは右に関根君戻ってきて、左は、なんかここまでもね、あの内野、大畑、内野と来てるので、まあ、大畑だろうと思っています。あと中盤はこの先は、まあ、だいぶもうこの3人じゃないですかね、ジョエル、リヒトクュ。仏龍、あと右もずっとこう変えてきてる感じもあるので、うん、山田風紀左佐藤君のセンターフォワードは細山碧、これでしょうと思っています。うん、いいじゃないですか この、ね、メンバーでおそらく叩くんじゃないかと思いますけど、まず、あ、は皆さん、はいはい、もう決勝トーナメントなんでもう3試合やってきたわけですよ、どのチームも。だから、まあ、ある程度、なんとなくこのチーム、どんな感じでやってくるチームなのかってことは、なんとなく分かる部分はあるので、うん、せっかくだからまず、アンダー・リンさんカタール、どんなチームなのか見ていただきましょう。うん はいまあ、上から下にっていう感じのフォーメーションになってますけど、カタールはあの、うん、トップチームっていうか、A 代表だとちょっと違うんですけど、この u 2 3チームは、4 1 2 3というか、4 3 3使ってますね、うん、えそんな、まあ、ここまで3試合、特に3試合目のオーストラリア戦はベンチメンバーでやってきたんですが、それでも変わらなかったので。うんうん まあよほどなことがない限りは、日本戦でも多分4三3 3使ってくると思われます。い。あと、ここまでのこう勝ち上がり方というか、グループステージの3試合もちょっと確認してみましょう。はい、カタールはですね、初戦がインドネシア戦でした。で、まあ、そこで取ったの PK とと直接フリーキックかな。な流れの中で取ったのはね、2試合目のヨルダン戦で。うん 右サイドの選手の連係から後ろの選手がオーバーラップしてやってきて角度ないところからこうずさっとこう決めたものが1個あったぐらいであとはね得点も知っても基本的にセットプレー系ですね、PK、フリーキック、コーラキック系というか、そんな感じでございました。なんでそうなるかと言われたら、なんかね、ファウル多いね、カタールの試合は。 なんか両チームとも結構強度高くなっちゃう試合が多くて、まあ、特にカタールが結構仕掛けてこう肉,肉弾戦みたいな感じでなんか体を当ててくるケースが結構多かったなと思うのでそれちょっと止まりやすいのはあるかもしれませんね。うんうん、夜弾戦なんかは結局後半アディショナルタイム十何分ありましたからねなるほどその十何分のラストのコーナーキックである意味決めたような感じでしたから、はい、まあちょっとそういう止めてくるところはあるかもしれません。うーん でもやっぱり技,技術はね、アスパイアアカデミーとかもあるから、まあ高いのかななんてことは見てたりするんですけどあとね、まずちょっとこのチーム、他のチームとはちょっと,ちょっとだけ違うかなっていうところでは、はいはい、A 代表の、ね、経験者も多いんですよ。ああ、なるほど、あそうなんだ。例えば日本はちょっとね、<ー>語ると、この間のアジアカップでは戦ってないからあれですけど、うん、え今回の、えー、背番号15番のミッドフィールダー、ガベル選手なんか、そのアジアカップでも、でも A 代表の方でもスタメン張ってた。 選手がいたりとか、えーうん、あとは2戦目のそのヨルダン戦あたりだったからがこのちょうど15、8、6ていう3人が中盤に並んでたんですけど、うんうん、8番のアルハドラミっていう選手、うん、アルハドラミ選手っていうのがカタールワールドカップのメンバー。えー 出場はなかったんですけど。なるほどね。そう。で、あと6番のムスタファっていう選手では、あの、この間の3月に行われた A 代表の試合でも出てたっていう選手になるので、ちょこちょこだから日本代表戦でもそのね、フル代表経験者たちが出てくるケースは多いんじゃないかなと。だいぶ、あれで前のめりに育成してきて、結果も出てきてるんですね。 語る単純にすごいですね<ー>そういうところ考えるとちなみに先生この所属クラブなんていうとどういう感じなんですかあでもやっぱり大体は語るですねう,うんこれはそうなんだ そうそう確かね<ー>この8番のアルハドラミ選手なんかは、はい、あれですよ、あの谷口選手と谷口翔吾選手と同じ、うん、アルラーヤンだったりするので、まあ、みんな大体そんな感じなのかなとはちょっと思ってたりはします。うんうんね、はい、はい、ってことでえ、最後のシートにはなるんですけども。ギャラがいいから外に出ないってことなんですか。まあ、多分そうだと思いますね。うん はい、ということで、まずはちょっと噛み合わせしつつ、まあ、どんな感じの試合展開になりそうかってところをちょっと話してたいいたなと思います、はいはい、お伝えした通りあのまり、あ、結構な強度戦はやってくるだろうなと思います、ま、うん、たある、うん、ていうか、なんか、まさか5回もちょっと見てて思ったんだけど、うん、我々ほら、A 代表の方がほらがイラク、イラン、ちょっとああいうパワー差っかけで敗れてしまうところはあったじゃないですか、うん、全体的に見て、中東がそうだね、もう。うん なんか今までに比べてもより、体使って、ちょっとフィジカルゲーなところをやってきてるかなーってのは。バチバチ来るそうですね。うん なんかでも確かにこのカタールワールドカップ行こうっていうんですか、もう1年半ぐらいになりますけど、全世界的に見てても、あのやっぱりスペインみたいな技量もあるし、昔からこういうサッカー、われわれはやりますねっていうチームは、そのやり方でやるけど、どこの大陸であろうが、ある程度、フィジカル育成、要請してる気がします。うん、そうですねアスリートな感じになってますよね、より。そうですねあ そ中でまで唯一1枚ぐらいだけそのなんかこうこう剥がせるとかパスでこう見せるぐらいのキャラクターいたりするチームもありますけどやっぱり地上戦だろうが空中戦だろうがゴリゴリやれるチームの方が、うん、まあ結果的には増えてきてるのかなというところはあるのでトレンドと言っていいでしょうかね、うんうん、でただこの中東というかこのカタールに関してはちょっとだけ他の例えばこの間我々やった UAE とかアジアカップであったイラク、うん、イランと違うのは、うん、やっぱりそれでもちょっとそのアスパイア アカデミーってところがあるからか、技量、うん、地上戦の方が多いような気がしますうんうん、うん、なんかね、<で> A 代表なんか、いいプレーするイメージありますよね、ねそうなんですようん、うん、で、特にあと、日本、A 代表とこの U23 で日本違うのが、やっぱりめちゃくちゃ高い、うん、高いコーターと、あとサイトのところでも関根選手もいるじゃないですか。うんうん、だから、A 代表のときほど相手チームが単純に放ってくるケースは、うん 少ないんじゃないかと思います。あれを A 代表踏まえてアジアカップを うん、こういう強度に日本もしてきた可能性もあるということですよね。そ,うですねそれが今、試されるというかそうですね。強いて、はい、言えば、うんあの、左サイドバックのところだけは大畑選手でも内野選手でも185とか190とかある選手たちではないので、カ、うん、タールが狙ってくるっていう、ロングボールで狙ってくるっていう可能性はありますが、うん、ここまでの試合見てる限りでは、そういうこともやってこないと思うので、ゃ、うんとか日本がやるべきことは、相手がちゃんとボールを持ってしっかりビルドアップとかもこうやろうとしてくるから。うん 放送やアンド、こう中盤から出てく松木玖っていうところで、相手のこうビルドアップを潰したりだとか、パスの方向を検定しておいて、片方、あこっちだなっていうふうに誘導して、そこの方そっちのサイドのところでちゃんと奪い切るみたいなことができれば、あ,ある程度、優位で進められるケースっていうのは高いんじゃないかなとは思います、うん。うんはい ただ、それでもサイドバックの選手とかを含めて、ゴリゴリにこう前運んでくるケースとか多いので、それで体当ててこう倒してくるとかっていうのは多いでしょうから、前回の,あの韓国戦みたいに、ちょっとイライラしちゃって、乱闘近くみたいなことになると、多分相手方の方が精神的優位とかっていうのあるケースは高いと思うので、落ち着いて、落ち着いてっていうのが結構試される試合にはなるのかなで。なるほどでもこうホームだしね いろいろ味方につけてる感じしますもんね、ね雰囲気も含めね。あとだから、やっぱ今大会よく見つてる、あとここ注目よね、山田風紀、山本リヒト、関根秀樹という、この右サイドのこう連携から崩して裏取って、マイナスのクロスなんてのは、日本結構うまくやってきてるのが多いかなと思うので、そのあたりからこうカタールの裏取りにいっていただけたらなと。店が欲しいね、うん そうだね主導権が欲しいね。欲しいそ、うん、こ,こでこうね、舵取れたら結構いい感じでやっていけるんじゃないかと思いますから、あと先ほどまあ冒頭というかね、えー、先ほどこのトーナメントでも言いましたけど、うん、まあこのカタール戦った後まあイラク、ベトナム、まあ、イラクの方が確率は高いと思いますけど、うんはい、あと、まず注目しなきゃいけないのがね、うん、逆サイドのウズベキスタンというチームで。うん グループステージ3試合3連勝10得点無失点っていう。一番じゃあ成績いい感じなんですかここまでは。そうなんですよ。あらららら,ら。だから、サウチ敗れる可能性もあるので。なんかでも、ウズベキスタンってこう、若年層というか、こうね。 そう<成>今いいんですよ,いいよね、前も優勝したよね、なんか。アンダー20の方のアジアの方でもやっぱり良かったので、進んでんだ、今、来てんだ、ウズベキスタン。そうですね、そうすると一応ね、カタール、イラク、ウズベキスタンみたいな感じで、こう中東3連戦みたいな感じだと、やっぱり全部どこにフィジカル系になる可能性はありますから、本当ね、体力うまーくこうコントロールしながらでも、一戦必勝で戦っていっていただけたらなと思いますね。うん、なるほどこっからガガガガツガツツツね、はい、先生そううでですもうガツガツですも

あです。キックオフはね二十三時でございます。あ、そういうことね。はい。終わりました。四4五分から同時。から我々の同時を始めますので。ぜひ遊びに来てくださいね。皆さんで YY 生放送でね、あの声だけやりますんでね。はい。自分で見てください。ということでございます。ありがとうございました。ということで、今夜楽しみでございます。ビデオアップは YT やチャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。というとで、今夜はどうもみゆりさん、どでした。いや、頑張ってください。お願いします。今夜は。